じゃあこんにちは、さゆたかさん、はい。まあ、今年トレード、あの7月31日までの期限のトレード、はい、すごい活発っていうわけでもなかった。全然だったなですね。やっぱコロナがあってさ、ちょっと動きにくかったんじゃないのかなっていう。なるほどね。取りたい選手がいてもなかなかチーム事情的に取れない。取りたい選手がいてもそうか。なんか滑舌悪いの。いやいや、暑さでね。暑さで舌が溶けてるだろう。もう連日の猛暑ですからね。はい、いや、ただその豊さん、はい、3組な、はい、ありましたけれども、まあこれからの選手もいるし、うん、まあチームの思惑というよりも環境を変えたっていうような、同じ左ピッチャーを変えたりだとかさ、はい、まあしてるから、うん、そんなにこうビッグネームが動いたっていうことはなかったけどね、うんうん、なかったですね、はい。プラスアルファ、ここにって支配下登録された、はい、一軍に選手たちも結構各チームドドいるな、はい、出てきました、はい。で、じゃあ豊さんに、はい、まあ、このトレードプラス支配下登録された選手たちの中から、はい、うん、より注目している選手たちをちょっとピックアップ、まあ、注目と、はい、まあ、これから活躍するんじゃないかということと、うん、ああよかったねっていうことと、はい、まあ、合わせてね、はい、まあ、ちょっと話していきたいと思うけども、はい、まあ、ヤクルト小沢、はい、あ、投げましたね。あ、はい、クビになって、はい、でヤクルトに拾われて、うん、まあ、支配下になって、うん、まあ、投げて勝ったというね、はい、まあ、2勝してるんだけど、うん、みんながコロナが大変な時にさ、はい、で連敗中、うん、ヤクルトがその連敗を止めたのが小沢だったんだよね、はい、でその前に一勝した時もフラフラだったんだよ。でも高津監督がこう我慢をして一勝させてたんだよね、はい、その恩に報いたというかさ、なんか連敗中に、あ、小沢大丈夫かなと思ったら、はい、その連敗を止めてくれてね、はい、あ、一勝させてた甲斐があったなっていうね、うん、そういうものは感じたよね、はい。これも阪神ではやられたけどね。そうですね。そうそうそう、まあ、やられたけど、はい、だけどその連敗を止めたっていうのはさ、うん、すごく大きな仕事だったと思うよ俺は。そうですよね。 あのまま連敗ずっとしとけばさ、もう気分的にね、うん、もうどん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 落ち込むところを小沢が止めたということが、はい、まあ、非常に価値のある一勝になったよね。そうですね、チームの苦しい。だからまあ小沢2勝しかしてないんだけど、うん、最初の初勝利っていうのもそうだけどもね、まあ、2勝目っていうのも、まあ、貢献度としたら3勝4勝分の価値があるような勝ち星だったよね、はい、そうですよね、うん、でここからやっぱりその夏場過ぎてからも、うん、ね、あの疲労度とか他の選手が苦しい中で、まあ、ね、うん、やっぱりその小沢投手がいるっていうのは、うん、チームにとっても、まあ、ちょっと変則だしね、はい、いないタイプだから、うん、先発で使ってるけど中に入れても面白いのかなっていうような、まあ、そんな感じもするしね、はいはい。で阪神、はい、佐伯、はい、佐伯投手、これはいいね、うん、1180日ぶりぐらい甲子園で勝ったというね、はい、最高ですとか言ってたけど、はい、あなたのピッチングが最高だったね。いや、やっぱ力があるわ、はい、それとね、なんかね、周りがね支えてあげようとするような、うん、なんかそういう性格の良さみたいなのも感じるね、 あの子には、はい。で梅ちゃんのリードも面白かったね、うん、甲子園で勝った時、はい、もう最初まっすぐでバンバン行っといてさ、うん、一回りしてから変化球ひゅっと使ったら、うん、みんなくるくる回ってたよ、ヤクルト打線が。タイミングは、まあ、タイミングっていうか、まあそのぐらいやっぱりこうまっすぐを印象付けてると、うん、変化球が生きるなっていうようなピッチングを見せてくれるし、はい、復帰登板してからはすごく安定してるよね。そうですね、やっぱもう終始まっすぐに力があるわ、うん、だからこれはいい人が帰ってきたなっていうね。また厚みが出ますね、投手陣が、はい、うん。あとはね、阪神はロドリゲス、途中で取ったロドリゲス、あれはね、はい、いいなあ。実はね、この豊さんの YouTube の動画でもこんな選手取りましたよっていうので1本上げてるんですよね。そうそうそう、うん、上げてるけど、はい、まあ、よかったら使えばいいし、はい、悪ければ外しゃいいしっていう。そうそう、であと代打要員でもいいし、まあ、そう大山のポジションを動かして、はい、ファーストに入れたりだとかね、うん、いろいろしながらだけども、はい、だから非常にバッティングの方はいいよね。いや、そうですよね。あ、いいホームランも打ってるしね、はい、タイムリーも、貴重なタイムリーも打つし、はい、まあ、負担といえば、サトテル、大山、この2人ぐらいが負担だったんだよね、打点のところでは、うん、まあ、その出塁をするっていうことに関しては、近本、中野とかさ、はい、
島田とか、うん、まあ、結構いるからね、あとは返すだけのバッターが欲しかったんだけども、うん、まあ、十分この3枚、サトテル、ロドリゲス、大山、はい、この3枚が揃うとすごく破壊力が増すよね。いや、そうなんですよね、うん、だから非常にいい外国人を取ったなというね、はい、で、まあ、守備固めでスッと変えたりだとかしてるしね、うん、非常にこうこれから活躍してくるんじゃないかなっていう、そうですね、後半期待は持てるよね、はい、はい、でジャイアンツはいない、ちょっと待って、なんでいない、ジャイアンツはいないよ、ちょっとね、やっぱ線が細い、はい、あ、井上投手であったりとか、あと勝又選手内野手上がってきたり、うん、あと菊池投手となんかも上がってきたりとかも、ね、うん、あのね、やっぱりね、はい、ジャイアンツはこうやって他球団と比べると線が細いっていうのは、うん、やっぱ FA で取りすぎてるな、だから選手が育たないよ、はい、だからそのツケが来てる今、まあ、これまたなんかこういろんな動画の中で言ってるけど、はい、ジャイアンツはコロナになったら戦えないよ、うん、だけど日本ハムは戦えるよ、はい、この差っていうのはやっぱ新庄監督がみんなにチャンスを与えて手を尽くして勝つから、確かに、でジャイアンツっていうのはある程度の FA でメンバー揃って、ね、うん、ホームランで勝つっていうチームでしょ、こうやってね他球団と比べた場合に、あ、若手って育ってないんだなっていうのがもう一目瞭然で分かる、だからいない、申し訳ないけど巨人はいなしと、うん、そら有望な若手はいるよ、はい、若手はいるけどこっからだから、まだまだってことですか、ね、まだまだだから他球団と比べると、はい、確かに、ね、はい、はい、広島、はい、これはね秋山取ったんでかいな、やっぱな、大きかったですね、これはでかいわ、うん、まあ、打つ打たない、まあ、これも確かに大事なことかもわからないけども、ただその秋山が打席に入った時の執念だとか、はい、これは青木に近いものがあるよね、あ、似てますね、うん、だからそういうものが手本にもなるし、はい、まあ、いきなりチームを引っ張るとは言わないけど、うん、だけどいい教材が入ったというね、はい、そんな感じがする、はいはい、さあ中日です、はい、まだちょっとね分かんないけど、はい、レビーラね入ってきて、はあ、ホームラン打ったっしょ、はい、そうなんですよ、それはもうキューバのホームラン王だからね、キューバリーグの、はい、そんなにでかくはないと思うんだけど、はい、でかくなくてあれだけのパンチ力を誇ったりだとかすると、うん、アベレージも残せるのかなっていう、ね、あ、そんな期待感があるし、はい、バンテリンドームだからな、そんなにホームラン期待しなくても、うん、中距離でいいから、はい、コンスタントに打ってほしいね、まあ、そうですね、だからこの一人で点を取るっていうことが解消されるとは思いにくいけども、うん、だけど刺激にはなるよね、そうですね、そうですよね、だから本当によかったと思う、はい、もしかしたらそのビシエドが前半調子悪い時にこれはいかんっていうので慌ててこうピックアップしてたうちの1名とかなんですかね、ビシエド今も上がってきてますけど、上がってきてるけどな、はい、まあ、ビシエド外すっていうのはよっぽどのことだと思うけど、うん、やっぱもう一人欲しかったよね、打線の中で外国人がね、そうですね、だからそういう意味でもこうハマるといいよね、はい、はい、横浜、うん、森原、はい、ありました、これはやっぱり実績もあるしね、はい、1枚森原がベストな状態で中に入ると、はい、これはまた強力になるよ、うん、で疲れを伴ってくる時期だからさ、はい、森原が1枚加わって回転してくれると、うん、DeNA の場合は2つなんかこうローテーションみたいにできるという、うん、日がなんかそうですよね、日替わりで投げれるという、うんうん、だからそれだけ疲れを軽減できるというね、はい、だいい選手を取ったなっていうふうに思うよね、うん、それと平、はい、これが上がってきました、はい、やっぱ粘り強いピッチャーだしね、うん、まあ、ベストの状態で戻ってきてるのかどうかわからないけども、はい、いつでも投げれる状態にあるから登録されたわけよね、はい、うん、これは力になってくれると思うな、ここからまあ後半戦あの DeNA も十分にね、うん、いける位置にいるの で、また変則だしね、はい、だからそういう意味では期待感は高まるよね、うん、でゲームを絶対作ってくれるピッチャーだから、はい、期待したいよね、あの後半戦そのヤクルトを追いかけるのがまあ阪神と、うん、あと DeNA でも言われているので、うん、はい、その DeNA あのピッチャーだったりとか、うん、揃ってきたりまあ、だで、まあ、そうだな、ちょっとね、まあ、バッティングもちょっと落ち気味なんだ、落ちてたんだけども、うん、まあ、ここのとこゲームやってないから分かんないけどね、はい、まあ、だけど、まあ、宮崎は怪我が治ってくるだろうし、う
で牧も万全になってくるだろうし、はい、まあ、オースティン、はい、外も揃ってくると思うから、うん、だからそういう意味ではこのピッチャー森原と平、はい、これが1枚2枚加わってくると、はい、うん、これは追っかけると思うよ。楽しみです、ね、楽しみだよ、はいはい、さあそしてパリーグ行きましょう、はい、パリーグはオリックス行きますか、はい、東、はい、この前投げたけどね、うん、東結構非凡なもんがあるね、まっすぐに力あるし、はい、まあ、変化球もそこそこ持ってるし、うん、まあ、初登板というところで相当緊張感もあったと思うんだよね、うん、まあ、失点もしたけども、でも素材としたらすごく魅力がある。お、うん、これがこう緊張感が抜けて相手バッターと勝負ができるようになったら、この前の登板の時って自分と勝負してるから、はい、あ、相手自分をコントロールしなきゃいけないっていう、自分で自分と勝負をしてるから、うん、はい、相手じゃなかったからね、うん、だからこれが相手に向かった時にどういうピッチングを見せてくれるか、まあ、これはもう素質的には非凡なものを持ってるよね、はいはい、さあロッテ、ロッテ、はい、これオスナ、あ、はい、オスナ投手、これはね、はい、ちょっと淡白なところあるけど、はい、これ配球とか間違えなかったら俺はね結構な確率でピシッと抑えるタイプのピッチャーだというふうに見てるんだよね、はい、デスパイネに同点ホームランを打たれたシーンがあるんだけど、うん、あんなところで1点差でインサイドの投げないよね、うん、インサイドに、うん、なんで投げないのかっていうと、インサイドに投げたら絶対甘くなってたのその日、はい、それでまたインサイド持っていって、うん、デスパイネに捉えられたんだけどさ、うん、そういう配球さえ考えて気をつければ、はい、そういう失敗はしないピッチャーだよ。おー、向こうのセーブを取ってるからメジャーの。あ、そうなんですね、うん、だから、うん、このピッチャーが入ったっていうのはまたでかいよね、ロッテはね。ロッテはそうですよね、うん、でピッチャーといえば松永投手も上がってきましたよね、ロッテ。あ、松永な、はい、あ、左ピッチャーね、はい、左が少ないところでね、うん、あ、まあ、上がってきたっていうのは、まあ、どのぐらい投げれるかどうかだよね。まあ、そうですね、ただロッテのあの強力な中継ぎ陣にメンバーとして入れるかどうかだよね、うん、あ、食い込んでいく、いや相当いいからね。あ、うん、だからちょっと失敗したり残せなかったらまた下にっていうこともありますからね。そうそうそう、まあ、でも左が返ってきたっていうのは大きいかもね。そうですね、はい、さあ楽天です、はい、伊藤、はい、DeNA から幸也、はい、ね、伊藤幸也、やっぱり右が欲しいんだな右の流しだ。そういうことなんですね。いや、この前も解説したけど左ばっかりなんだよ、つらっと。いや、ほんで宮西ピッチャー宮西って4人並ぶからね左がそれ変えられないんだよ。だからね、か、相手にとったら手の駒を打ちやすいんだよ、左ピッチャー持ってると。そうですよね、うん、だからあそこら辺で右が1人いるとさ、2人にしとこうか、この右バッター当たってるからなとか、うん、いろいろ考えさせるんだけどさ、左がずらっと並んでるから、うん、はい、宮西ってペン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 押さえてたよまあそうなっちゃいますよね。そうそう、もうそうなるから、うん、まあでも伊藤にとってはすごくあのチャンスだね、うん、で牧が入ってきて DeNA にね、はい、あのセカンドもその前はやってたんだけど、うん、ちょっと出番がないよね、牧があれだけ成長すると、うん、まあ、サードには宮崎がいる、はい、ショートができるタイプじゃないから、うん、じゃあファーストやるかって言ったら外がいるみたいな、で外の代わりに外外したら佐野が帰ってくるみたいな、ファーストに、まあ、そうなったら出れない。だから伊藤頑張れ本当にね。いや、もう新天地でね、そこで奪うしかないですからね。そうなんだ、うん、だから伊藤幸はね、あの頑張れね。そうですね、エールを込めて、はいはい、さあそしてソフトバンクです。ソフトバンク明慶、はい、取りましたね。まあこれはね、期待するとかなんとかっていうよりも意地を見たいね、うん、あ、いや、これは俺はできるんだよって、うん、まあよく首にしやがったなみたいな。まあそうですね、前の前球、まあ、どこも取らなかったなって、うん、取らないことを後悔させてやるみたいな、そのぐらいの意地でやってほしいな。しかもあの同一リーグに戻ってきましたからね。そう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 、パリーグにっていう、うん、だから、うん、まあ、もともと出はヤクルトだからね。あ、そうかそうか、だからまあどこで投げても戻ってきたことになるんだけどもさ、はい、まあだけどその又吉がね、うん、まあ、友達で、はい、あ、でもライバルでね、はい、うん、同じような投げ方で、うん、はい、又吉はね FA で移籍して、はい、ね、うん、あの待遇も良かったと思うけど、うん、明慶はクビになって拾われた、うん、そうです ね、その意地みたいね。そうですね、ということでこの名前を挙げてるんだけどね、はい、でもう一人黒瀬、はい、これはねでかいんだよ、はい、バカでかいんだよ高校時代もホームラン何十本と打って、高校野球界では名の売れたような、はい、まあ、選手だったんだよね、うん、この前初打席を見たんだけどさ、はい、
緊張ガチガチなこんな感じです。お前そこ打てんのかっていうようなボールに手出して、はい、ボン出してたけど、はい、まあでもなんていうの、当たりゃ飛ぶだろうなっていうような、うん、想像してもらうと分かるんだけど、まあ、リチャードというね、はい、選手がいる、はい、まあそういう感じの、それよりもなんか確率がいいんじゃないかっていうような、はい、そういうことを感じさせてくれるようなバッターだ、ね、だからすごく楽しみ。そうですよね、はい、あとは日本ハムはいない、いない。そうですね、はい、はい、西武滝沢、はい、まあ滝沢ね、源田がコロナだとか骨折した時に代わってショートに入って、はい、もう高校1年生で、高校1年であれだけできるんだなっていうぐらいミート力が高いというか、へー、ボールにコンタクトしていくんだよ、はい、体ちっちゃいんだけどさ、だからうまく育ってほしいなと思うよね。 あの西武にないようなタイプのバッターだよ。西武にいないような、だから三振は絶対しないみたいな、三振だっけねみたいな今までは西武の選手三振して何が悪いんだみたいな、一発か三振、そうそうそう、ね、私は三振は嫌いみたいな何としてでも出る、そうそう、何としても出るみたいな、そういうタイプの選手。あ、じゃあいいですね、そういう選手が一人加わるっていうのは。あ、いい、あ、可愛い顔してるんだよ、またまた、あ、そう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 、ちっちゃくてね、最近の選手可愛い顔されてる方多いですよね。多いな、うん、本当にベビーフェイスの、ね、まあまあざっと挙げたけど、まあ他にもいっぱいいるんだけどもね、はい、まあざっと目についたよね、はい、まあ選手をピックアップしたけどね。そうですね、はい、でもまあね、こういった選手たちが、まあ、後半戦、例えばレギュラーの選手たちが疲れが出てきた時とか、うん、何かアクシデントがあった時とかに、うん、ポンってハマってポンって取れると座をポンポン多いね、はい、ポンポンって入ってポン、いやそれはいいんだけど、はい、いいんだけど、もうね本当に最近なんかは、うん、よく戻ってきたなって。あ、そうですよね、もう拍手喝采だよね、うん、とかね、まあいろいろいるけどもね、はい、はい、じゃあこの選手たちがね後半戦ちょっと活躍してくれることを楽しみに、ね、はい、まあ、またトレードでね、うん、行った人たちも、はい、まあ、遠慮しないでね、うん、本当にもともと自分がここのチームにいたんだぐらいの顔して、はい、遠慮なくやってほしいよね。そうですね、はい、頑張ってください、はい。